特にありません。はい、第2次の野田改造内閣が発足しましたけれども、はい、まあ、この、 改造に関する受け止めと、それから森本さんの起用については、国会議員 の、 身分を持たない方が防衛大臣になるということに関して、分民統制の面から問題があるのではないかという指摘が与野党から出ていますけれども、大臣、この点についてどのようにお考えになりますか。ですね、内閣改造自体は総理大臣が判断をされたことでありますし、さまざまなですね、議論が前へ進むという大きなですね契機になればいいというふうに思ってます。森本さんの件についてはですね、総理ご自身がおっしゃってますけれども、安全保障の専門家ということで、総理が選ばれたわけでありまして、しっかりとタッグを組んでですね、外交安全保障の議論というものを前進をさせたいというふうに思ってます。文民統制という観点で言うとですね、それは軍事に対する政治の優先というのが基本的な文民統制の考え方でありますけれども、最終的な責任者は内閣総理大臣でありますので、防衛出動も治安出動も内閣総理大臣でありますし、防衛大臣が命令をする、例えば、海賊対処にしても弾道ミサイル対応にしてもですね、内閣総理大臣の承認が確か必要だったのではないかというふうに思いますけれども、そういう意味で内閣総理大臣がですね最終的な責任を負うということであります。やはり今大切なことはですね、民間だからうんぬんということを挙げつらうよりも、与野党共通の基盤の下でさまざまな外交安全保障政策がですね、前進をしていくというプラスの面をですね、見るべきではないかというふうに思っています。各社さんお願いします。はい、この前 の、 会見でも出ていたと思うんですけども、例の中国大使館の書記官の問題なんですが、これは一部、公安に、マスコミが載せられてしまったのではないかという説もございます。公安の情報にですね、メディアが対岸明導して大騒ぎしてしまっただけではないかという指摘もございます。今の時点で2つお伺いします。スパイ容疑という事件として大臣としては一応捉えておられるのか、そういう言葉を使っていいのかどうか、その点に。その点はそういう認識には現時点で至っておりませんというか、そういう報告は受けておりません。あくまで、現時点で外国人登録法違反等で、あるということでございます。はい、この今回出てきた背景にですね、一つですけども、これは推定ですが、秘密保全法とかがございまして、それの地ならしではないかと、あるいは根拠のない、はっきりしたスパイ防止じゃないのにああいうふうに出てきたということにはですね、そういう大騒ぎさせる意図があったんじゃないかという指摘もあるんですが、これについてもしご見解がある。いや、それはちょっと私からですね、コメントしようがないんですけれども、ただもう元来から申し上げている通り、私自身は秘密保全法とかインテリジェンスの観点からですね、そういった議論には以前から強い関心を有していることは事実でありまして、議論自体進めるべきだというふうに思ってます。はい、先ほど防衛大臣の民間人からの起用なんですけれども、はい、やはり防衛大臣といいますとですね、やはりその国防であるとか危機管理であるとか、国民の生命を預かる部署なんですね。でそこの大臣がやはりその国民の負託を受けてない人がやるということは、どうやってその政治的責任を取っていくのかという指摘が方にあります。で今だから、そういうそこら辺が今まで不分立となっていて、やはり政治家を当てていると
という、まあ、慣例だったと思うんですけれども、そこら辺 の, その民間人を起用してですね、そのいざというときの政治的責任の問題、そこら辺についてはどのようにお考えですか。政治的な責任は最終的に総理大臣が取らなきゃいけない話であります。で、先ほど申し上げたように明治憲法と日本国憲法は違うわけで、明治憲法は同輩中の主席だったわけですね、総理大臣というのは。しかし今内閣の首長という、内閣総理大臣というのは高い地位にあるわけです。ですから防衛大臣も内閣総理大臣と相談をしながら物事を進めていくということがベースになっているというふうに考えられますので、まあ、そういう意味で私は特段問題はないと。むしろ先ほど申し上げたように与野党が共通の基盤でですね、外交安全保障政策について議論できて、しかもそれが建設的であって、物事が前へ進んでいく、前進していく、そういうことの方のプラスを私は重視してます。で、きちっとですね、タッグを組みたいし、特に森本さんにはですね、分かりやすい説明っていうのをね、国民の皆さんに、していただく、やはりそういう役割もですね、担っていただきたいなというふうに思ってます。最終的にその責任は総理が持つというのは、別にその防衛に限らずですね、経済であろうが財務であろうが全てやっぱり総理が責任を取るわけですね。そうしますと、その防衛に限って総理が責任を取るから民間人でもいいんだという理屈ですと、逆にその防衛問題に対してその総理の権限というか、そういうのが今まで以上に肥大化するとか大きくなる可能性というのはないですか。外務大臣が民間人というケースも多々ありますよね。で、同じ議員内閣制でも、例えばドイツだって、イギリスだって、イタリアだって民間人を国防大臣に据えたケースってのはこれまであるわけで、大統領選だったら当たり前ですよね。ですから、そういったことをあまりですね、私は問題にすべきではないというふうに思ってます。外務大臣だって何人も民間人だったというケースはあるわけでありまして、それは最終的に総理大臣が責任を負うと。外交だって安全保障と同じように、それは日本の安全保障に深く関わっているわけでありますから、そういう意味で防衛大臣だけをですね、民間人起用したからといって、そういうふうにおっしゃるのはどうかなというふうに思ってます。他によろしいでしょうか。森本大臣が閣議の後に何人かの大臣からサポートするという声をかけられたとおっしゃってましたけれども、大臣も何かお話しされましたか。今日も昨日も話をしまして、しっかり意思疎通をして、よく連携をしていきましょうという話を私の方から昨日も今日もいたしました。はい、よろしいですか。しつこいようなんですけれども、やっぱその国民の生命を、ね、やっぱ預かるという第一義的な役所なわけですよね、防衛危機管理安全保障で。そういうところだだけに、やはりその他の部署の大臣が民間人であるから、防衛大臣もそれに、習うんだという理屈が、果たしてその防衛大臣に適用できるのかどうなのか、まあ、要するに長から省に格上げをして、まあ、非常にその重い役所だというところを、また政府でこれまで認識をいつにしてきたと思うんですけれども、そこら辺のその兼ね合いですね、これまでの経過との兼ね合い、そう考えた上で民間人の起用というのは改めてどうなのか、改めてお伺いしたいんですけど。外務大臣だってですね、国民の安全に直接責任を負っているというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。